河村信幸は、日本の実業家。藤家代表取締役社長。東京都出身。東京都出身。1977年東京経済、大学経済学部経済学科卒業。藤家入社。2002年菓子事業本部広域営業部長。2003年執行役員菓子事業本部広域営業部長。2006年執行役員人事総務部長。 2007年執行役員広報室長、同年執行役員 CSR 推進部長、同年執行役員社長室長兼総務部長、2009年取締役社長室長兼総務陳事本部長に昇格、2015年常務取締役貸事業本部長兼貸事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当、 2018年専務取締役菓子事業本部長、県菓子事業本部マーケティング本部長、県食品事業、担当。2019年から代表取締役社長を務めた。藤花、新社長に、河村信幸専務日本食料新聞2019.02、1 5 1 1 8 3 6号0 2面代表取締役の移動に関する、お知らせ藤花、藤花。 社長に、河村信幸氏人物ニュース日韓工業、新聞電子版2019年2月14日5時、藤川社長に、河村市日本経済新聞2019年2月13日17時26分、新社長、藤川村信幸氏、サンキビーズ2019.2、145時、ありがとうございます。